皆さんこんにちは。私は ISF 独立言論フォーラム編集長の木村明です。今日は前回に引き続きフリージャーナリストの布施雄心さんに、ゲストとして来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。前回は主権なきですね平和国家ということでこの本の内容を中心に日米地位協定問題などについて貴重なお話を伺うことができました。ありがとうございます。はい、今日はですね、このもう一つの本ですね、日米同盟最後のリスク、なぜ米軍のミサイルが日本に配備されるのかという、この本の内容と現在のですね、その東アジアのその情勢ですね、南西諸島防衛ということで今日米軍事一体化がですね急速に進んで台湾有事などもね取り沙汰されていますけれども、そういう問題についてですね、はい、お聞きしたいと思います。この本の冒頭の中でもですね、南西諸島で進む自衛隊のミサイル配備ということで、序章でですね、書かれていますけれども、今この問題についてどういうふうに見られているか、はいはい、問題意識を、はい、もう初めにもねつながる、そうですね、今その、ね、昨年末に、はい、安保三文書、12月16日でしたね、そうですね、はい、閣議決定をされて、はい、一番まあ大きな変化が、まあ、大転換と言われてますけれども、はい、いわゆる敵基地攻撃能力を保有すると、でその手段として、まあ、スタンドオフミサイルという、これまで日本が持っていなかった長射程の、まあ、はっきり言うと中国に届く射程の、はい、ミサイルの分類でいうと中距離ミサイルに分類されるミサイルを、まあ、1000発から1500発程度、はい、持つということが方向が決められたと、はい、これは非常に大きな、方向転換ですよ、方向転換でして、でこの本で書いているのはさらにそれがなんで今なのかと、うん、これまで長年日本はその外国領土を攻撃できるような能力を持たないという、つまりそういう能力を持ってしまうと脅威を与えてしまうことになるの で、 ですよ、ね、まあ、そういう平和国家としてそういう外国に脅威を与えるような能力を持たないということを堅持してきたわけですけれども、それを今こう転換してこれまで持ってなかった中距離ミサイルを大量に取得するのはなぜかというところなんですが、はいはい、その背景に実はアメリカもこの中距離ミサイルを日本に配備しようとしていると、はい、でこの計画が実は もっと遡れば2010年代初めぐらいからなんですが、まあ、具体的には2019年にトランプ政権がロシアと結んでいた INF 条約という中距離ミサイルはお互いに持たないという条約を破棄して、ね、一方的に、ね、そうです、そこから中距離ミサイルを再び持つんだとして開発を始めて、でそれをその開発が出来上がってきたらですね、うん、それを第一列島線という、はい、まあ、要は日本列島から台湾、フィリピン、インドネシアまで連なる、まあ、中国の大陸の外縁部に位置する列島線ですね、そこにいわゆるミサイル網を築くんだっていう計画を打ち出したんですよね、うん、でそこと、まあ、いわば日本が軌を一にするようにして、うん、その今敵基地攻撃能力の保有に踏み出してです、ね、中距離ミサイルを日本も独自に持つんだと、まあ、つまり日米一体に中国に向けたミサイルを持つという、うんうん、でこれが実際に進んでいくと、はい、極めて危ないなというふうに思ってます、うんうん、なぜかというと当然中国もそれに対して対抗してくると、はい、この日本の周辺で中距離ミサイルの軍拡競争になってくると、うん、でしかもアメリカも中国も核保有国ですから、はい、しかも中国の中距離ミサイルというのは核非核両用なんですね。あ、その弾頭が何かっていうのは見分けつきませんから、ね、飛んできたものが核なのか通常弾頭なのかっていうのは着弾してみないとわからない、でそういうものが巡って軍拡競争になっていくとですね、極めてこの地域の、緊張というのは高まり、もし仮に戦争になった時にですね、非常に危険だと、でこの問題を取り上げたのは、まあ、この本ですね、はい、だったんですね。で今のお話だとそのトランプ政権の時にアメリカが一方的に IMF 条約を破棄した理由の一つが中国はそれには入っていなくて、はい、中国は地球核戦力をかなり、持っていると、はい、それ では不利だからということが一つの口実だったんですよね、はい、まあ、表向きはそのロシアが実はこの条約守ってないで、そうですよね、いうことだったんですけれども、やっぱり最大の
狙いというのは、うん、この条約に入ってない中国が、そのまあ、軍事力全体で見ると圧倒的に米軍が優位なんですが、うん、中国はこの間ある種その米軍が持てない中距離ミサイル、はい、地上発射式の中距離ミサイルにある種特化して、うん、そこで米軍に優位立とうということで、うん、かなり、まあ、2000発近く持っている現状があるんですよね、はい、でやっぱりそれにアメリカはまずいぞと、うん、中国にその中距離ミサイルで差をつけられてしまっていると、うん、なのでこの INF 条約を破棄して我々も中国その中距離ミサイルでも中国と同じようなものを持つんだと、うん、どこに行ったということだと思います。はい、今実はあれですよね、ロシアのプーチン大統領がアメリカとの核条約のですね、はい、部分的な停止を言う中で、はい、あれは査察を拒否するということで、はい、今戦争中なんでね、はい、そういう理由もあって言われる中でアメリカの核戦力だけでなく NATO の中には核保有国イギリス、フランスもあるので、はい、それも含めてということも今言ってますよね、はい、その問題とも少し重なる部分があるなとは思ってますけれどもね、はいうんはい、それで中距離核ミサイルの配備をその東アジアでアメリカが推し進めようというときに、はい、そのオーストラリアやフィリピンや韓国なども候補として上がったと思うんですが、はい、今事実上受け入れようとしているのに日本が先行してるんじゃないですか、ね、まだその公に実はアメリカはどこに配備をするかってことも出してませんし、うん、まだ出してないんですね、そのどこと交渉してるってこともまだその段階ではないって言って全部こう表には出してない段階なんですね、うんうん、ただ韓国はですね、うん、やはりその朝鮮半島の問題解決する上で中国の協力抜きにはできませんから、うん、当事国じゃないですか中国は、うん、サードの配備でも揉めましたからね、はい、だからそういう意味では、はい、韓国はその中国をとこうことさら緊張を高めるようなことは、うん、おそらくしないっていうのはアメリカも分かっているので、うん最初からあまり韓国は上がってなくて、うん、やはり日本かフィリピンだろう、おそらくちょっと距離的に射程の関係で遠いっていうのがあるんですよね。そうですね。となるとやっぱり日本かフィリピンだろうと。でフィリピンは最近政権も変わってですね、うん昔のマルコス、そうですね、アメリカに接近してますね、はい、そうです、若干です、ね、ただ日本のようにべったりではないんですね、はい、やはり中国ともちゃんと外交をやるっていう、そうそうです、ね、立場なんですが、はい、なのでやはり一番有力なのは日本、まあ、先ほど言った全土基地方式っていうことも根本にありますし、もっと言いますと事前協議といって核を持ち込む場合には、日本側と協議が、必要だけれども、うん、実はそれが通常弾頭のミサイルである限り、うんうん、日本政府が OK と言わなくてもですね、うんうん、アメリカは持ち込めちゃうんですね、はあ、そういうことを考えるとやっぱり日本が有力だっていうふうに、言えるんじゃないかなというふうに思います。核を持ち込めるというのはその密約でという意味ですか。いえいえ、核を持ち込めるんじゃなくて核を日本に配備する場合には事前協議の対象となるわけですけれども、うんうん、ただ密約があって、核を積んだ艦船であったり航空機が一時的に日本に立ち寄ることについては OK になっているんですが、日本に実際に地上に配備する場合には一応事前協議が必要だと。ただ日本が拒否することはないですね、ないと思うんですけれども、うん、ただその通常型のミサイルといえば日本との協議なくですね、かつてオスプレイを配備した時のように、当時、民主党政権でしたけれども、はい、これはもう日本側が ノーと言えないんだと、うん、首相が言ってましたけれども、野田さんですね、野田さんが言ってましたけれども、はい、アメリカがこの中距離ミサイルが通常弾頭だって今言ってますから、うん、であると日米安保の枠組み上はですよ、うん、日本政府の了解なくても持ち込めちゃうんですね、はい、そこは怖いですね。それで、ま、その中距離ミサイルは配備するとしても通常弾頭だというのはアメリカ側も日本側も今は言ってるんですよね、はい、ただそれについてはですね、通常戦力での中距離ミサイルを少し配備しただけではあんまり大きな影響もないので意味もないんじゃないかと、軍事的にやはり核をね配備するっていうことが裏に隠された意図で、まあ、それは今隠しているだけで密約なりそういう形で実際には運用される可能性はあるんではないかという見方もあるんですが、
それについてはどう思われますか。そうですね、まず、アメリカは現在通常弾頭だと言っているのは、今現在アメリカがこの地域で念頭に置いている事態というのは台湾有事なんですね。ですよね。日本でよく議論されているような、こう日本に攻めてくる、例えば北朝鮮が日本にいきなりミサイル撃ってくるとか、中国が日本に侵攻してくるという事態ではなくて、ありえないことですね。それはもうほとんどありえないと考えられていて、はい、実際に起きるとすれば台湾有事だと、うん、で台湾有事になった時にそのアメリカ側の目標というのは台湾が中国に武力で統一されないこと、はい、台湾を防衛することなので、うん、中国としては台湾海峡海を渡って台湾に上陸しないと、うん、その作戦は成功できないわけじゃないですか、うん、となるとやっぱ制空権制海権のが決定的に重要になるんですね、はい、ですよね。で制空権を中国に取らせないためにはやはり中国本土の中国軍の航空基地を滑走路を破壊するとかですね、うん、航空機を破壊するってことがまず第一として、はい、必要になってくると。でその時に日本に中距離ミサイルを、うん、配備すればですね、うん、その滑走路を破壊するとか、うん、そういうことが可能になるということで、うん、これは核じゃなくてもですね、うん、いわゆるその弾道ミサイルであれば、うん、滑走路、バンカーバスターというような、うん、地下施設も破壊できるようなミサイルもありますので、うん、そういうことを念頭に置いているんであろうと、うん、いうことで、その通常弾頭だっていうことは、決してそれが、全く嘘ではないっていうふうに私は見てますけれども、うん、ただじゃあ本当に核を載せるつもりがないのかと、うんうん、永遠にですね、それはあまりにも甘い考え方で、はい、つまり1980年代はアメリカはもう中距離ミサイルに、うん、核弾頭を載せて実戦配備運用してたわけですね、はいはい、つまりいつでもそれはできることなんです、アメリカにとってみれば、はいはいはい、ただ今現在は必要ないというふうに判断しているに過ぎない、うんうん、それはなぜかというと地上に配備しなくても、うん、潜水艦から発射するタイプ、あるいはこう、はい、戦略爆撃機から発射する巡航ミサイルなど、うん、他の手段で、うん、戦域核というものを運用できると、うん、オプションを持っていると、うん、いうことに過ぎないんですね、うん、十分今はこれで足りると。それは小西さんなんかもね、はい、誠さんなんかも言われてますよね、はいはい、ただそれあくまでも現在の状況でそうだっていうだけであって、うん、今後じゃあアメリカが中距離ミサイルを配備する、日本も独自に持つと、うん、それに中国は対抗措置とって言ってますから、うん、で中国は核と非核のこの境目ってあまり明確じゃないんですね、うん、中国の中距離ミサイルって全部核非核両用なので、うん、そうすると中国がより高いレベルに核も含めて対抗措置を取ってきたときに今後3000発まで増やすというね、動きも今伝えられてますね、はい、そうするとさらにこちら側が中国の脅威が増したといって、うん、さらなる対抗措置を取ったときに当然その中に、うん、海と空だけではなくて地上に配備した中距離ミサイルにも核弾頭をつけるというオプションをいつでもですよ、ね、懐には忍ばせていると。その可能性は琉球新報の荒垣剛さんなども、ね、はい、指摘されていると、思いますけれどもね、はい、で僕はそれと関連するのかどうかというので亡くなられた安倍部新藤元首相がですね、はい、日米の核共有の話をね、はい、されましたよね、はい、この問題とのリンクも実はあるんじゃないかというふうに思うんですが、はい、いかがですかね。そうですね、これは実際に、元内閣国家安全保障局にいた人とかですね、はい、自衛隊の元高官などもそういったことを発言してまして、ね、つまりアメリカが中距離ミサイルを日本に配備して、うん、それを核について何でも話そうとかいう本、そういうちょっと正式なのタイトルはあれですけれども、確かあれは、うん、新潮新書か新書で出てたものですけれども、うん、はい、結局そのアメリカが中距離ミサイルを配備してそれを日本からこう自由に勝手に撃たれたら困ると、うんうん、つまり日本から撃たれた相手は当然日本に向けて撃ってくるわけで、 ですよ、ね、そこに日本が関与できるようにする必要があるという文脈の中で、うんうん、その核共有っていうのはやっぱり検討すべきだと、うんうん、つまりアメリカが日本から中距離ミサイルしかも核弾頭をつけて撃たれたら向こうは核弾頭をつけて日本に撃ってくるわけ で、はい、やっぱりそこにちゃんとアメリカに勝手に撃たせないように、うん、もう日米共同でやる必要があると、うん、でその一つの方法として核共有っていうのは 有効なんじゃないかという、うんうん、話をされていまして、でそれは当然つまり
核弾頭は日本持ってませんから、アメリカの核弾頭を日本に配備すると、そしてそれを共有するっていうのはつまりどういうことかというと、いざという時にそれはアメリカの中距離ミサイルに乗せるかもしれないし、自衛隊の中距離ミサイルに核弾頭を乗せる、つまり核弾頭、それもありますよね。そうですね、まさにヨーロッパはあの核共有をやっていて、 NATO が、はい、アメリカの核弾、核ミサイルをですね、はい、アメリカの戦闘機だけじゃなくて NATO 軍の他の他国の戦闘機に乗せて、それはイギリス、フランス、イランにも、はい、ドイツもそうですし、あとはどこですかね、イタリアとかも入ってたんですかね、はい、オランダとかも入ってたような気がしますけど、比較国、そうですね、持ってるわけですね、共有軍、核兵器を自ら持ってない国がアメリカの核兵器を使えるようなシステムなんですね、うんうん、ただ最終的にその権限を持ってるのはアメリカの大統領しか持ってません、指揮命令決定権は、ね、はい、はい、それとそれを日本で核共有っていった場合に、同じように、航空機から発射するタイプのものだけではなくて、これからアメリカが日本に配備しようとしている中距離ミサイル、そして日本も独自に持っている中距離ミサイル、この中距離ミサイルに載せる核弾頭を日米で共有するっていうのを将来の、選択肢としてはあるんじゃないかっていうことを、これ僕が言ってるんじゃなくて、元国家安全保障局の、幹部であったり、はい、自衛隊の元高官もそういう発言をしてるんですね。はい、ですね。ただ僕はあの核を共有っていうのをアメリカと対等な形で NATO でもやられてると思いませんし、ましてや二国間同盟の日米同盟でね、はい、日本側の拒否権とか同意とかを前提としてやってるとも思えないんですよね。それはどうですかね、そういう認識について。指揮権の問題もありますが、はい、確かにこの核についてで言うと、日本、まあ、まずその日米安保の事前協議制から言って、日本に核を持ち込む際には日本との日米協議が必要だと、うん、配備ですね、はい、で当然、それを使用することについても、アメリカが勝手にですね、日本政府の知らぬところでですね、勝手に日本からミサイルに核弾頭をつけて撃ち込むっていうことは、さすがにそれをやってしまうと日米同盟っていうのは成り立たないっていうふうに思うので、もちろん日本政府と協議するとは思いますけれども、一番私が問題だと思うのは、おそらくその時にノーっていう選択肢を日本政府自身が持ってないんじゃないかなと。そこが一番有志、唯一の被爆国でありながら核だけを撃たせないっていう、せめてそういう意識があるかって全くないと思うんですよね、今の日本政府には。そうだと思いますし、アメリカ自身がいつ戦争を始めるとか、はい、核を使用するとかいうことを同盟国の同意を取って本当にやるのか、報告っていうか、ね、あ、はい、そういう形ならあり得るけれどもっていう、はい、そういう力関係ではないかな、はい、これに関しては日本は特にそうですけど、ヨーロッパの NATO 加盟国に対しても基本的には そのような力関係があるんじゃないかと思いますけどね、はいはい、もう核に関しては最終的にアメリカはもうアメリカ大統領が決めるということですの で、ね、意見は聞くことはあっても、はい、決断は大統領、なんか核共有っていうとなんかこう同じ対等にこう並んでこう共有するようなイメージですけれども、うん、実態はそうではないですね。ですよね、はい、でそれで言えば、先ほど触れられた敵基地攻撃能力を日本が持つという話で関連して、結局日米で共同運用するということですよね。はい、もうそれは2プラス2でも確認してますね。米国との緊密的な連携の下で運用すると、はい、そうであるならば、そのアメリカの軍事衛星の情報にも依存するであるし、はい、基本的な指揮権はアメリカ軍が握っているということならば、はい、日本が単独にアメリカの知らないところでそれを使用するということはありえないことですよね。そうです、もうこれはいわゆるアメリカのミサイル運用っていうのは、IAMD っていう統合防空ミサイル防衛といって、その飛んできたミサイルを撃ち落とすことと、うん、撃たせないために攻撃する、攻撃と防衛がセットなんですね、うん、でしかもその運用し指揮統制システムっていうのはもうシステム出来上がってまして、うん、もうミサイル戦争ですので、はい、もう1分1秒争う判断をしないと対応できない
戦争になっているので、もうシステムなんですね。なんか相談し合ってこうしましょうって言って命令下してはいやりますっていう時間はないので、ね、もうそういう戦闘指揮統制システムっていうのはもうアメリカ作ってまして、そこに同盟国を組み込んでいくと、その後なんか日本の独自の判断がそこに入り込む余地なんてほぼないと言ってもいいんじゃないかなって思います。ですよね、はい、その問題一番大きな問題だと思いますが、国会でそこまで詰めた議論がされているとは思えませんね。そうですね、はい、はい、それで、実は今日ですね、2つ、最近書かれたですね、はい、週刊金曜日のですね、これは去年の12月16日ですよね、はい、布施さんが書かれております、戦争前夜、煽られる有事と不安を募らせる島民たち、この記事とですね、もう一つ、これはですね、週刊金曜日の2月3日、新しい号で、戦時の離島からの住民避難や国民保護は現実的なのかという2つの記事を、書かれておりますが、この記事について少しですねお話を聞かせていただきたいと思います。こちらの方の記事ではですね、与那国、避難訓練レポということで、アルポということで、与那国にも行かれて、講演もされたんですかね。あ、まあ、ちっちゃい規模で、はいはい。いやいや、はい、こちら辺のお話をまず少しお願いいたします。あ、はい、昨年の11月30日に、与那国島、与那国島というのは日本最西端で台湾から最も近い、まあ、110キロぐらいの、晴れた日には台湾が見えると見えるんですね。私は見たことないですけれども、うん、らしい、そういう島ですけれども、うん、そこで、弾道ミサイル避難訓練、つまり弾道ミサイルが飛んできたときに住民が避難するという訓練が、国と沖縄県と地元の与那国町の共催で行われまして、うん、私その取材に行ってきたんですね。で、まあ、訓練自体は日本全国で各地でやっていて、J アラートが鳴るわけですよ、町の防災無線で空襲警報のようなサイレンが、はい、そうすると避難場所、まあ、この場合は公民館だったんですけれども、うん、公民館に避難してくださいって言って住民の方々が公民館に避難をして、で窓ガラスのない空間に行ってですね、頭を抱えて涼むか、これはその写真ですね。そうですね、避難されてるね、はい、これで守れるとは思いませんけどね。そうですね、だから実際に参加されていた住民の方も、はい、今のミサイルでこんなことで守れるんだろうかとか、ね、まあ、とにかくその時間がないんですよね。で、内閣府の担当者ももう数分、2、3分しかないと避難には、最短はね、はい、そうでなくても着弾まで10分とかいうね。そうですね、はい、しかも撃ったらすぐサイレンが鳴るわけじゃないですから、先ほどおっしゃられたようにアメリカのまず情報、早期警戒衛星で探知をして、でそこから日本政府に情報が行って、日本政府が判断してサイレンを鳴らすので、これシェルターを作っても同じですよね。はい、なんで、まあ、これで守れるのかってありましたし、うん、で特に私これ取材して印象に残ったのが、うん、町長ですよね、これ自らの町長が手を挙げてうちでやってくれって言ってやった訓練なんですけれども、はい、町長自身ももう間に合わないと、うん、サイレンになって避難してくれって言った時はもうミサイル来てるじゃないかと、はい、で町長が言ってたのは、もう戦争が始まってしまってから避難するのでは間に合わないと、うん、だからもう戦争が始まる前に島民をもう島から出さなきゃいけないんだと、うん、いうことで町として基金を作るっていうんですよね、はい、つまり危機が高まった段階でもう町民にお金を振り込むと、そして町長こう言ってたんですけれども、もう親戚でも知人でも友人誰でもいいから、とにかく島から自力で脱出して生き延びてほしいと、そのために町ができることはもうとにかくお金を渡すことしかないんだ、それくらい我々は要するに危機感があるんだ、はい、国は分かってほしいってことをもう切迫感を持って語るわけですよ。で私それ聞いていて、うん、もう戦争前夜なのかなっていう感覚になるんですよね。前提ですよね、はい、で現に町の方に聞いても、ある女性の方が言ってたんですけれども、
もう最近は何をするにしても戦争のことが頭から離れないと、花を一つ植えにしてもこの花が咲く頃には島に入れるだろうかとか、猫を飼いたいなと思っても戦争になったら猫を連れて避難できないんじゃないかと、置いていかなくちゃいけないんじゃないか、そうするとかわいそうだから飼うのやめようかとか、もう戦争が目の前に迫ってるかのような感覚にこう雰囲気空気が作られちゃってるんですよね。実際にもう遠離れた島を離れた方も、ね、いるということを、はい、おられて聞きますよね、はい、そういう状況なんですね。僕は与那国にはまだ行ってないんですが、この宮古島に行った時もね、はい、沖縄本島と比べてもより切迫感をやっぱり感じましたね。与那国だとますますね、それはより緊迫感があるんですよね、はい、これがおそらくなんかこう今は台湾に近い与那国だからこうなってるけれども、はい、これからこういう感じに日本全体がなっていくんじゃないかと僕は思ったんですね。徐々にですね。で現に安保三文書以降ですね、はい、地下シェルターを全国に作る必要があるんじゃないかとか、そういう声がね、とにかく有事を前提にした社会になっていくと、うん、戦争はもう起きるもんなんだと、その起きるものにどう備えていくかっていう議論ばかりがなって、うん、ですね、じゃあどうその戦争を起こさないのかとかであったり、あるいは本当に戦争を差し迫ったものなのかっていう冷静な議論が、うん、そういう空気ができてくるとどんどんできなくなっていくことが怖いなと思いました。はい、今そういう状況になりつつあると思いますし、政治も なんていうんですかね、大西洋山海的なもう防衛三文書敵基地攻撃能力論についてもそうでしたし、まあ、統一教会もね、救済法の問題でもね、はい、そういうふうな流れが今できつつあるなというのは非常にね、危ういなと思いますよね、はい、それで時間の関係もありますので、もう一つのこのこれ非常に貴重なですね、記事だと思いますけれども、その戦時の離島からの住民避難や国民保護は現実的なのかということで、これは太平洋戦争末期の樺太戦のことについて振られてますよね。はい、はい、これのご紹介をお願いいたします。あ、はい、まあ、実際に南西諸島を取材していて、皆さんその避難なんか実際不可能だろうっていうふうにおっしゃるんですよね、うん、でやっぱりそれは沖縄戦の経験からも対馬丸がこう撃沈されてっていう事件もありましたし、うんうん、ありましたね、はい、やっぱり離島からの避難っていうのは簡単ではないというのはやっぱ体験でやっぱ皆さんご存知なん で、 ですよ、ね、厳しいと。で私はこれまた別の角度で、沖縄ではないんですけれども、今のロシア領のサハリン、北海道の上にある島ですけれども、はいはい、それが当時は南樺太は、日本領だったんですね。はい、そうですね。で、まあ、第二次世界大戦末期、末期というかもう終わ、日本が8月15日に玉音放送で、降伏してポツダム宣言を受諾して、戦争後以降に、以降もですね、この樺太ではソ連と日本軍の戦闘は続いていたんですね。で、まあ、8月9日に、ソ連が、日本に宣戦布告してですね、はい、満州と樺太にこう侵攻してきたわけですけれども、うん、その時に樺太町はですね、はい、戦闘員である男性を除いてですね、うん、女性と子供とお年寄り、うん、これは避難させると、うん、緊急避難させるという計画を出して、はい、北海道に避難する船を用意してっていう計画を出して、うん、でこの樺太南の大港港っていうところから北海道にこう避難船を出したんですけれども、うん、だから北の前線からもう住民がザーッと南部にこう南下してですね、でその計画通りに避難がうまくいったかというと、やっぱり行かなかったんですよね。殺到したわけですね。もう殺到してその港町には入りきれなくなって、もう鉄道も止めて、その前の手前のこの豊原っていうところに、うん、駅前の広場が広い広場があって、そこに住民がたくさんこう集まってるところにソ連軍が戦闘機で空爆をしてですね、多くの被害が出たりとか、あるいは船も、撃沈されたりとかですね、で結果的に船に乗れなかった人がたくさんいましたし、じゃあどうするかというと、漁船でこう自ら自力で脱出しようとして、で途中で沈んでしまったり、さまざまなこう悲劇であったり計画通りに行かなかったり、したことがあったんですよね。だから離島からの避難、まして戦時の避難というのはいかに難しいのかということを、まあ、実際にそれを体験された方3人の、まあ、証言をですね、うん、まあ、紹介して、皆さん共通して言ったのは、
今の政府が机上で考えるような避難計画なんて絶対うまくいかないと、その甘いことじゃないんだと、とにかく戦争しちゃいけないんだと、戦争を起こしたら国民を守るなんてことはできないから、とにかく戦争を起こさないように政府はやるべきなんだってことを皆さんおっしゃってる、ね、私も全く同感です。いや、今はましてやミサイル時代ですから、はい、この時以上に時間はないわけですからね、はい、ほとんど住民避難不可能だということですよね。そうですね、はい、実際にあの石垣島なんかでも避難するって言ってやっぱ一つは飛行機ですよね、はい、で飛行場っていうのは石垣空港しかないですから、うん、そこに住民がまず集まってピストン輸送で行くわけじゃないですか。でも今あの安保3文書で何言ってるかというと、有事の時には米軍と自衛隊が石垣空港を使うって話なんですよ。あ、そうか、そういう軍事利用したら真っ先に狙われますよね。そこに住民が集まってたら巻き添えになりますよね、はい、まさにこのカラフトで起きたことと同じようなことが起こり得るんじゃないか、うん、やっぱ今言われてる住民避難の計画なんていうのは絵に描いた餅ですよね。全く現実性のない、はい、リアリティのないものだということがよく、分かりますね、うん、で最後になんですけれども、あの今南西諸島防衛とか台湾有事が語られる中で戦争準備、軍事に偏重したですね、はい、戦争準備だけがあの既成事実としてあるいは先行する形で加速していますけれども、これを避けるために、戦争を避けるために何をすべきかっていうことでね、はい、外交だね、はい、その他いろんな話し合いが必要なことはいくらでもあると思うんですが、今の日本の政府や国会の動きを見て、はい、どういうふうに感じておられますでしょうか。あの先ほども申しましたけれども、今日本が直面する戦争の危機っていうのは、はい、北朝鮮や中国が日本に原因を攻めてくるって話ではなくて、はいね、アメリカが想定した台湾有事なんですよね、はい、でもじゃあ本当に台湾有事っていうのが差し迫ったものなのかというふうに冷静に見てみますと、うん、中国は台湾に武力を行使するレッドラインって明確にしてまして、台湾の独立だと。当の台湾は実は今独立を目指してないんですね。あくまで現状維持なの で、 そうです、ね、政府もそうですし世論も圧倒的に台湾は8割ぐらいがそうです、現状維持なんですね。でこの現状が変わらない限り、台湾有事が近い将来ですね、数年内に起きる可能性は僕はそんなに高くないというふうに、はい、見てます。で同時に何が危険かというと、その台湾の独立よりもですね、台湾がいやこれから独立しますよって言ったら戦争になる危険が高まるわけですけど、うん、そのリスクってそんな高くないと思うんですよ。で台湾も今は経済的には中国との深い関係にありますの で、 ですよ、ね、戦争になるような選択っていうのは現実的には取らないと思うんですね、はい、しかし怖いのは当の台湾ではなくて、それを飛び越えてアメリカと中国がお互いこの覇権争いをして、うん、軍事力でこう挑発し合うような関係にもあって、うん、それが最もこうその焦点になっているのがホットスポットが台湾海峡になっていると、うん、で当の台湾が独立しようとしてないにもかかわらず、中国は台湾の今の政権というのは独立分子なんだみたいに攻撃して軍拡の口実にしている。でアメリカも同時に中国が攻めてくるみたいなのを煽って軍拡の口実にしていると、そこに日本もついていっていると、うん、そうするとお互いこの矛を突き合わせるような状況で、あのやってるとですね、緊張が高まって、うんね、何かのきっかけに火がついてしまう。でそれここで戦争が起きてしまうのが一番私は怖いと思ってまして、ね、であるならば、で実際に戦争になって戦場になるのはアメリカ本土じゃないですから、日本と、まあ、もちろん台湾と中国台湾は同時国ですよね、はい、で日本は、まあ、とりわけ沖縄などですよ ね、 ですよね。だとするならばやはり日本を戦場にしないためにもですね、じゃあ日本が何をすべきかっていうのは、米中の覇権争いに日本がそこに参加するんじゃなくて、逆にアメリカと中国の間に入って緊張を高めないような、そうですね、例えば今度またあのアメリカの下院議長が台湾に行くって話もありますし、米軍が台湾にあの数百人規模の部隊を送るみたいなことは報道されてるじゃないですか。最近出てましたね。そういう挑発っていうのは危険だと、うん、なのでそういう時に日本はやっぱりアメリカに対してそういうあの緊張を高めるような行動をするなっていうことを求めていくべきだと思いますし、同時に中国に対しても、あの平和統一が原則だと言うんであれば中間線を越えたりとかですね、軍事的にこう牽制するような威嚇するような行動をするなっていうことをお互いにやっぱり言うような緊張緩和外交っていうのをしていくべきなんじゃないかな。ならば日本がね、はい、それをやるべきなんですが、残念ながらその
台湾有事は日本有事だ、日米同盟の有事だということを亡くなられた安倍さんも言われましたし、はい、そういう形でもう台湾有事があれば日本が米軍とともにね、はい、参戦するのがもう自動的に当たり前だというシステム制度ができていて、はい、それに対する歯止めの動きがね、はい、メディア の, あの報道も含めてほとんどなされてないという状況だと思いますよね、はい、そういう状況をなんとかねあの変えていく必要があると思います、はい、あのそうした中でもあのこういうね記事や本を出されて情報発信をされているあの布施さんのですね今の、働きというのは非常に重要なですね役割を果たしているとあの思います。 ありがとうございます。 ISF にも出ていただきましてですね、今日は、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、これからもまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい。